ラドバン・カラジッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナの政治家、詩人、精神科医。ユーゴスラビアからボスニア・ヘルツェゴビナが独立したことに、反発する、同国内のセルビア人が、スルプスカ共和国の独立を宣言したことに伴い、その大統領となった。これによってボスニア・ヘルツェゴビナは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に突入した。紛争終結後、カラジッチは、 独立戦犯として、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷から指名手配された。カラジッチは逃亡して潜伏していたが2008年に拘束されて国連戦争犯罪法廷の裁判にかけられ、終身刑を言い渡されて服役することとなった。ユーゴスラビアのモンテネグロ、シャブニクの近くの村でセルビア系の家庭に生まれた。父は、 ユーゴスラビア王国の軍の残存勢力で構成されていたチェトニクのメンバーであり、息子の子供時代のほとんどを刑務所で過ごした。1960年にサラエボに移り、サラエボ大学医学部で精神医学の勉強を始めた。1974年から1975年の間はニューヨークのコロンビア大学で訓練を受けている。ユーゴスラビアに戻ってからは、 コシボ病院で働いた。詩人でもあり、子供向けの詩集を執筆した。セルビア人作家ドブリツァ調子チの勧めもあって政治にも関わるようになる。一部のセルビア人は戦争の英雄と見ている。1989年、カラジッチはボスニア・ヘルセゴビナにて、セルビア民主党の設立メンバーの一人となった。この政党の目的は、 ユーゴスラビア共和国内のセルビア人をまとめ、セルビア共和国に加わるというものであった。1991年10月24日には、ボスニアヘルゼゴビナにて、セルビア人のみで構成される、ボスニアセルビア議会が設立された。カラジッチ率いるセルビア系の最大政党は、ボスニアうちに、セルビア人自治区と、それを代表する議会も組織した。 1991年11月、セルビア人は住民投票を行い、圧倒的多数の票がユーゴスラビアへの残留を求めるものであった。1992年1月9日、ボスニアセルビア議会は、ボスニアヘルツェゴビナセルビア人共和国の設立を宣言。同年2月28日には、ボスニアヘルツェゴビナセルビア人共和国の憲法が制定され、 その領土はセルビア人自治区を含むものであり、この共和国はユーゴスラビア共和国の一部であるとした。1992年の2月29日と3月1日、ユーゴスラビア共和国からのボスニア・ヘルツェゴビナの独立の可否を問う国民投票が行われた。セルビアよりのユーゴスラビア政府からの独立を望まないセルビア人はこの投票をボイコットしたが、 ボスニア人とクロアチア人は投票に参加し、結果として賛政権のある国民の64%が投票、98%が独立を支持するという結果になった。ボスニアの法律、憲法では3つの民族グループすべての合意が求められていたが、1992年4月6日、ボスニア・ヘルツェゴビナは欧州共同体から独立国として認められることに、 なった。これに不満を抱いたセルビア人勢力のボスニアセルビア議会は翌日の7日、ボスニアヘルセゴビナ内でセルビア人によるスルプスカ共和国の独立を宣言。ボスニアはボスニアヘルセゴビナ紛争へと突入した。カラジッチは1992年12月17日にはスルプスカ共和国の大統領12月20日には軍の最高司令官となり、 ボスニアの多くの地域で、セルビア人以外の民族であるイスラム系ボスニア人や、ボスニア系クロアチア人の殺害を支持したとされている。特に1995年7月に、スレブレニツァで起きた、ボシュニャク人に対する民族浄化を指揮したとされている。カラジッチは大セルビア主義を支持していたが、ロシアやギリシャといった他の政教会系の国々との提携には躊躇しなかった。 例えば1994年2月、カラジッチは、ギリシャ政府と秘密裏にコンタクトを取り、セルビアとギリシャが同盟を結ぶことを提案した。この提案は1992年に、スロボダン・ミロシェビッチによってもなされた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の終結後、カラジッチに対しては、ジェノサイドに関与したと考えられる。正当な理由があるとして、イクティのルール61に基づいて、 国際令状が出された。アメリカ合衆国はカラジッチとラトコ・ムラギッチの逮捕に500万ドルの検証をかけていた。1995年国連に招待されていたカラジッチを当局はギリギリのところで逮捕し損ねた。カラジッチにはもう少しで令状が送達されるところであったが寸前でセキュリティに叩き落とされカラジッチの手には渡らなかった。 1996年以降、カラジッチは、イクティにより、戦争犯罪者として指名手配されている。国際刑事警察機構の令状によると、人道に対する罪、暴行、ジェノサイド、ジュネーブ諸条約に対する違反、殺人、略奪などの容疑で令状が出されている。詳しくは国連による、基礎上に記載されている。カラジッチを支持する人々は、 彼の無罪を確信しており、10年以上もの間、逃亡しているカラジッチを英雄視するセルビア人もいる。2001年には、カラジッチの故郷では彼を擁護する数百の人々がデモを行った。2003年3月、カラジッチの母親は自首しないようにとカラジッチに呼びかけた。2004年11月、イギリスの軍関係者たちは、カラジッチや他の容疑者の逮捕には、 軍事行動よりもバルカンの政府に対して政治的な圧力を加えることがより効果的ではないかと語った。2005年、ボスニアのセルビア系指導者たちはカラジッチが捕まらない限り、ボスニアもセルビアも経済的、政治的に前進できないとしてカラジッチに対して自首するようにと呼びかけた。同年5月の逮捕劇が失敗に終わった後、7月7日に NATO 軍は カラジッチの息子を逮捕したが、10日後には釈放した。7月28日、カラジッチの妻リアナゼレン・カラジッチは、彼女や家族に対して、大変な圧力がかかっており、大変辛いことではあるが、投降するようにと夫に対して呼びかけた。2007年2月1日、カラジッチはロシアに潜伏していると、ボスニアの新聞が報道したが、ロシア政府はこれを否定した。 2008年7月21日、セルビアの大統領、ボリスタ・リッチは、カラジッチの拘束を発表した。逮捕時にカラジッチは、ベオグラードに住んでおり、白髪に白く長い髭を生やしており、市内を自由に行動していたという。また、ドラガン・ダビッド・ダビッチという偽名で、プライベートクリニックで、代替医療と心理学の診察を行ったり、医療関係の雑誌に寄稿したりしていた上、 自身のウェブサイトまで解説していた。カラジッチが逮捕された夜、サラエボの通りには、ボスニア・ヘルツェゴビナの旗を持った人々が多く集まり、逮捕を祝った。一方、カラジッチの支持者たちが警官隊と衝突するといった、出来事も起きた。同月25日には、弁護士を通じカラジッチは、旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷への移送に、異議申し立てを行ったが、 この要求は即座に却下された。同月30日未明に、セルビア当局はカラジッチをオランダハーグの同法廷に移送した。7月31日、カラジッチは同法廷に初出廷し、基礎上朗読後、在状を認否した上で1996年に、リチャード・ホルブルック米国無事官補が、スルプスカ共和国大統領の地位を退けば、身の安全を保障する。 胸の密約を持ちかけていたと発言した。同裁判においてカラジッチは、スロボダン・ミロシェウィッチが行っていたように弁護人を立てず、自身で弁護を行う胸を明らかにした。第2回目の法廷は8月29日に行われ、カラジッチは、罪状認否手続きに対して、本法廷は、国際社会の代表ではなく NATO の法廷であり、NATO には自分を裁く権利はないと主張して、 罪状認否の答弁を拒否。これを受けて裁判長は、規定に従い、カラジッチが無罪の答弁をしたと認定。第3回目の法廷は10月26日に行われる予定だったが、カラジッチは自分の弁護の準備に時間が必要だと主張して、出廷を拒否し、法廷はわずか15分で閉廷した。その後、法廷は被告側弁護士を選任し、 準備のため後半は4ヶ月間延期された。第4回目の法廷は2010年3月1日にようやく再開され、カラジッチは自身の罪状についてあくまでもセルビア人勢力による正当防衛を主張。翌2日にはスレブレニツァの虐殺をムスリム人側のでっち上げだと主張し、セルビア人勢力によるサラエボ包囲についても包囲ではないと否定した。 2012年に一審無罪の判決が出るも、2013年7月11日に上級審判決が行われ、判事は大量虐殺を行う意図を示す。証拠はなかったと結論付けられたのは間違っていたと述べ、無罪とした一審の判断を破棄し、審理を差し戻した。2014年10月7日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷でのカラジッチの裁判が決審した。 判決記述は今後指定される。2016年3月24日、国連戦争犯罪法廷は、大量虐殺の関与、を、東国や人道に反する罪で禁錮40年を言い渡した。2018年4月24日、上訴審の審議が開始された。カラジッチは、当時ボスニアのイスラム教徒勢力は、サラエボに拠点を置いており、サラエボ全域を支配して、 ボスニアのセルビア人を追放することを目指していたと述べ、我々の方が宣戦線布告されたのであり、防衛は正当だったと主張した。2019年3月20日、カラジッチ被告の上訴審がオランダハーフであり、終身刑の判決を受け、刑が確定した。金庫40年だった一審判決より重い量刑。2021年5月12日には、 カラジッチの身柄がオランダにある国連の拘置所からイギリスの拘置所に移送されることが発表された。ありがとうございます。